誰が動かしている？第四機工師団に連絡、クレイグ中将の助けを呼ぶんだ。完全に隙をつかれたようだな。戦車の暴走も含めて全ておとりか。ええ、やはり狙いはニモンの列車砲、クロスベルの通商会議を本気で狙うつもりでしょう。そんな正気か。やはり狙いは鉄血宰相の首ということか。愚かな、ここまでの暴挙に出ると。時間がありません。俺たちも協力させてください。列車砲が起動する前に何としても彼らを止めましょう。リーン、そうだよね、僕たちも頑張らないと。ああ、こんな暴挙を見過ごせるものか。やれやれ、止めても無駄みたいね。リーン、以下 A 班、このまま私についてきなさい。 B 班は少佐の指揮に従うこと。それぞれ二手に分かれて右翼と左翼の列車砲を抑える。これは訓練ではない実戦だ。くれぐれも気を引き締めるがいい。了解しました。トワロス士官学院特化クラス7組一同、列車砲の軌道を食い止めるべくこれよりミッションを開始する。日頃の成果を見せるときだ。全力で教官たちをサポートするぞ。はい、はい、仕掛けの魔獣か。話は後、とっとと片付けるわよ。了解。さあ、かかってこい。任せなさい。オメガエクルール殲滅完了。お疲れ様。間違いない、あの時の魔獣と同じタイプだ。どうやら要塞内に大量に放たれているらしいが、さっきの兵士たちを襲ったのもこいつらだろう。はい、人形兵器。教官も言っていたが、それが本当の名前なのか。ええ、とある連中が作った使い捨ての厄介な兵器でね。慎重に、迅速に先を急ぐわよ。はい、承知。行きます。敵発見、撃破する。え、今よ。やり、俺の番だ。ただ、行きます。アークス駆動。任せるがいい。行くぞ。ゾン、任せなさい。
義務、果たさせてもらうぞ。州との境界ですね。あれが列車砲か。なんて大きさだ。軌道が速すぎる。まさか狙いもつけずにぶっ放すつもりなの？サラ教官、こんなものまで実用化されているのか。この忙しい時に。あんたたち速攻でぶっ潰すわよ。了解。制圧を開始する。邪魔だ、下がるがいい。俺の番だ。
を逃すな。一斉に構え。いい、分かった。私の番ですね。はあ、や霊は言おう。私だけでも先行する。君たちは安全を確保しながら。列車砲が。しまった。よせ。